皆さんこんにちは、サムライティングです。サムライティングは誰だよってめちゃめちゃこうテロップ入れてください。テロップ、はい、運転中です。今ですね、ちょっと僕らとある場所に今向かっております。サムライティングがですね、今回早食いの大会をすると、ようやく明日撮影ということなので、サムライイーティングのスポンサーをしてくださっている吉田のうどん戸川さんから優勝商品をご提供いただくことになったので、そちら今受け取りに向かっている途中でございます。はい、ようやくだね。いろいろ固まって、まあ発足したのも結構前、もう3月とか2月の話になっちゃうんですけど、まあレギュレーションだったりとかルールだったりとか、そういう、まあ、そもそもの参加者を募ったりとか、まあ、もろもろ全部こうゆうまさんに動いていただいている中で、でいよいよ当日を迎えるにあたって今の心境ってどうなのかな。あ、なんだろう、え、不安しかない。今日もなんか頭の中どうしようどうしよう何しようってずっとなんかぐる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 しちゃってて、ね、ああそうっすよね。競技って言ってるからさ、やっぱりそこはぐだっちゃいけないとこで一番ぐだっちゃいけないから、競技として成立させるためになんかもっと本当もっとリハーサルしたいなってぐらい不安もあるけど。あとあれっすね、今コロナの影響もやっぱりまだあるじゃないですか、うん、コロナに感染しないように僕らもしっかりこうアルコール消毒とかそこら辺の配慮はめちゃくちゃしなきゃいけないので、うん、そこはもう徹底的にやって買ってやるよ全部。あります、やっていきましょう。あ、こんにちは。こんにちは、ご無沙汰しております。すいません、お待たせしました。すいません、大変お待たせしました。どうぞ、ありがとうございます。タレと、うわー、すごー、タレと揚げ玉と、はい、うどんと、これ、焼きプリンタルトとすりだねは3カ所で揚げてください。あ、3カ所、これは3カ所ですか。はい、3カ所までご準備いただいて、うどんだけで腕前3キロあるんで十分10人前あります。ありがとうございます。普通の方はですけどね。普通の方はです。大丈夫です、マックスどうせ勝てないと思うんで。1回戦で負けるんで。ありがとうございます。ごめん、頂戴します。戸川さん、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。はい、ティッティリーン。嬉しい。うざい。お気になってます。ありがとうございます。卵も店長からです。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。じゃあ、ゆっくり食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。美味しそう。このスープで風呂入れる。入るよ、本当に。はい、ということで、ゆまさんの店戻ってきて、吉高さんと合流しました。はい、はい、まあ、明日実際食していただく食べ物をまあ実際どうするかっていうのと、あとファールとか、まあ細かいルールの調整ですね。そうっす。それをまあちょっと今から行っていこうということで、吉高さんに持ってきていただいた通り、カレーとかホットドッグ、まあこれで実際に実食してみてどれだけまあタイムが出るのかっていうのと、今回ファールっていう形でグラム残すかっていう、実際やってみてどれぐらい残ったら何グラムなのか、10グラム以内は OK ですって決めて、それを超えた場合はグラムに対して何秒みたいな感じで判定を与えさせてもらって、やっぱでも早く食べるのには集中してもらいたいから、ギリギリ残していいでしょっていうラインをちょっとグラムで何回も測って、まあ、とにかく今回って速さに重きを置きたいっていう結論に至ったじゃないですか、うん、なので綺麗に食べきるというよりはご飯一粒だったり、まあ、カレーのルーがちょっと残ったりとか、まあ、そういう細かい残ってしまうものに関しては、まあ、ファールという形で秒数が加算されるっていうシステムでやっていこうと思ってます。今回はそのシステムで、うん、もう検証するだから、うん、そのシステムの名前何ですか。ファールデンちゃん。確かにここでいただくかもしれないただ ね、 ね、僕ら本当にね、うどんをいただいてきたばかりだからね。そうなんですよ。なんで、あの、僕とゆうまさん結構キャパで言ったらもう限界突破しちゃってるんじゃないかなということで、ちょうどこちらにですね、お腹を空かしたグレムリンがいるから、ね、お腹を空かした二日酔いのグレムリン先生がいらっしゃるので。ああ、いいよ、何回行こうか。キュウリでいいかな。カレーカレー行こう、うん、もう冷めたから大丈夫大丈夫。キュウリがいいんだ。ダメ。よし、カレー行こう、カレー行こう。吉高さんに決定権ないのかな。スタートしております。はい、1分1秒30。遅いわ遅いわ遅いわ。タイカー30秒ブヨブヨ。サラダ重さいくつだっけ。582でしたっけ。計量です。591なので、9グラムですか。
で、9g もあるこれで。これで 9g もいくの？いくんすね。じゃあさ、測った皿これな。592ね。うん、これ洗ってもう一回乗せてみよう、うん、591だったら一旦9g、 もう吉高のファールだよこれは。確かに吉高のファール、でもファールシステムだよこれも。はい、今洗いました。ほら本当だ、まあ580、まあ本当だ、あれで 9g なの。580、そうっすね。ということは、綺麗に食べても 10g ぐらい残るってことじゃん、あんだけ綺麗に食べても。カレーに関してはですね。カレーに関してはこいつほとんど残ってなかったです。じゃあ 20g ぐらいにした方がいいんじゃないの、カレーに関しては。確かに、あれ危ないよ。あれで 9g で 5g 縛りだったら4秒から無条件にプラスされちゃいますもんね、うん、あれちなみに結構吉高さん的にもこうガーって綺麗に食べた感じ、それとも、とにかく急いである程度綺麗に食べた感じ、気持ち的に。いや結構綺麗に食べようとした。ああで、あれでやっぱり、うん、あ、すいません、メモさせて。あ、全然恐縮です。メモ、カレーは20秒ぐらい、一応ね20秒ぐらい、 20g ぐらいはあった方がいいね。うん、じゃあ逆にいくらちょっと、まあいろいろ残ってたとしても、カレーに関しては19まではセーフ、 19g までは、 20g ぴったりまでセーフっていいんじゃない。 OK、 21g から1秒追加。なるほど、うん。じゃあ吉田さん、はい、いきます。はい、いいね、かっこいいわ、かっこいいわ。冷やし中華が似合うね。本当に思ってるっすか。似合うよ、冷やし中華が。いけいけ。後でぶん殴っていいっすよ、吉田さん、うん、そうする。こんにちは、マイメロディーです。冷やし中華頑張って食べてる姿を、あ、マジで本当にマイメロから訴えられた方がいいと思う。お腹が減ってきます。出るからやめろよ。マイメロディーの声聞いたことないすでに教えてもらえない。本当にもうブランディングは何やと思ったよ、本当に。取るな取るな。取るな取るなじゃねえんだよな。お、いいじゃないですか。はい、ピン。OK。はい。まあ今大体ハイブリじゃないんですけど、まあ3分18秒29です。で、先ほど949だったものが598になっております。吉田さんに今綺麗に振っていただいたんで、598だったものがどうなるか。580。18g です。やっぱりいくよ。うん、さっきので 18g。 もうちょっと多分綺麗に食べると思うけど。でもこれも20だね。これも20。うん、これも 20ぐらいまでは OK。 OK、 いただきまーす。ポイっていいでしょ。あ、待て、いいよ、タイマーいいよ。あ、いいっすか。ハグしない。確かに。じゃあ今から、ゆうまさんがこれなんだ、冷やし中華的な醤油ラーメン、醤油冷やし醤油ラーメンを食べる動画です。ちょっとクリエイティブな取り方しておきましょうか。はい、647。スープ飲んでない状態。うん、スープ飲んでない人でちょっと具材が残って647です。はい、スープを飲むとスープありで583。でもニアリーイコールじゃないですか、ほぼ。うん、 1g。 うん、そんなもんだ。こっちは逆にそんな残んないかもしれないですね、スープ飲みは。で、スープはどうしてます？プースー、飲んでもらうしかないでしょう。じゃあなるべく辛いに近い方で、スープがどのぐらい残るかテンションの方分かんなくない？58、まあ4だったんですけど、多分 4g とかですよね、3から。ちょっとね、完全に飲み切ってない、さっきの。少し周りについてるのも取ってくるだろうから、プラス 3、4g。 うん、これが580、3g か、うん、さっきの。スープ全残しの状態で140、なんちゃう、どっちが食いやすかった？あ、いや、同じもの食べてない。あ、いや、前回やってる。あ、食べてるですか。どうですか、ゆうまさん的に。詰まり声で言ったらこっちの方がつまらない。ない。全然つまらない。そっちにしようか。うん、なんか吉高さんもなんかすごい食べづらそうにされてましたもんね。うん、できます。いらない、いらない。バカ思ってた。ほぼ全部一回も飲み込んでないでしょ。うん、詰め込んだだけでしょ。うん、うん、多分ですけど、今みたいに飲み込まずに口の中詰められちゃう。3本は入らないでしょ。量は大したことない。顎もそんな使わない。語るね、語るね、語るね。ただただシンプルに美味しくないですね。いや、そこはもう味付けでやした、うん、あの、塩でもんどく、ちょっとなんか、こんなに食べてたら楽しくないのがある。
これちょっとしっかり味付けして、最後のこのコメントで、思ったよりキュウリの味が美味しかったって言われたいね。境界しとんかじゃん。どうでもいいけど、キュウリの味が美味しかった。あ、マジで自慢じゃないですけど、吉崎さん、本当に美味しくなかった。俺は早く言えない。皿のグラム抜いてやるんですよ。皿が210ですね。で、乗っけると462。まあまああるんだよね。で、まああれだね、もうその手袋で持ってかぶりつくんだけど、食べこぼしが出るのかとか、その辺がやっぱ一番気になるところかな。あー、わかりました。じゃあ、多分皆さんこういくんですかね。だから食べこぼし気にしてこうすんのかな。どうするんだろうね。じゃあそこも含めてちょっと何が個人素人目ですけど、どっちが早いかってちょっとやってみますか。そう、がっついてほしいね、がっついてほしい。非常にがっついてほしい。うん、でもやっぱここら辺ですけどね。いただきます。あ、やばい、重っ。ぎっちり詰まってる。うん、あ、そういくんだ。めっちゃびっちり詰まってる。一言でも喋ったら出るとこなっちゃった。俺帰れない。いや、行くね。男だ、侍だから。さっき侍っぽいとこ出してないから。ちぎった方が楽なのかな。あ、落ちるわ。落ちるね。だんだんイライラしてきた。卵に身ずっしり詰まりすぎ、うざい。だってもうこれ、ゴリちゃん今日これやったらもう仕事終わりでしょ。おい、大丈夫、大事大事。ちょっと待って、それ別にしてみようか。金の皿今くれる。わー、ありがとうございます。落ちたですね。いや、2グラム、2.5 ぐらいじゃない。3だね。9グラムだね。8グラム、9か。だからまあ最悪落下も踏まえて10グラムまでは OK にしましょう。甘い。甘くてエモい。うざい。うざい。チルってる。チルって。じゃあチルってない。チルってない。うん、何言ってる？以上です。はい、お二人ともお疲れ様でした。いや、苦しいんでしょ。苦しい。フードファイターってすげえなってもう改めて思いますよね。だってまあこの動画が上がってるのが動画のガオーの後か前かちょっとまだ分かんないですけど、まあもしガオーの前だったら P 入れるっすけど、1回戦目、2回戦、3回戦、計4回戦やるわけじゃないですか。ストレートだったらそれだけでもう2キロ近くはね、食べなきゃいけない。まあ2キロはいかないですけど、食べなきゃいけないんで、結果的に大食いにもなっちゃうのかなっていうのと、あと結構食材もかなり幅広いんで、まあ、どういう戦い方するのかっていうのも面白いのかなっていう、まあ、全然至極真っ当なコメントしかできないですけど。いや、見てた方楽しいんじゃないか。実際ゆうまさんと吉高さんにいろいろと考案いただいて組んだレギュレーションとルールと、まあ、ファールだったりもろもろ含めて、あとは当日滞りなく進められるかどうかが肝になってくるかなっていうところですかね。喋、はい、んないですね。よく喋るなと思って、いや、まとめようかなと思って今一生懸命なんで。嬉しくて気の利いたこと言えないんで。全然気の利いたこと言えない。これが本番だから。あとは選手の方で楽しんでもらってね。そうですね、うん、せっかく12名の方々が、遠方からもいらっしゃる方も ね、いますし、いろいろ反省をして、うん、第2回につなげられるように。そうですね。じゃあまあそんな感じで明日当日を迎えて、うん、無事大会の成功を期待と思います。はい、じゃあ締めお願いします。はい、締めてください。大事ですからね。いい加減にして。顔に寄っときましょうか。この顔のアップで何人増える。これでですね、大体まあ2人ぐらいは2人ぐらい今登録外しましたね。ということで、ということで、はい、はい、ハッピーハッピープリンセスってやってみて。もう一回やってみますか。ハッピーハッピープリンセスってやって。これ締めていいでしょ。もういいよ、やめるよ。はい、じゃあせーの、ハッピーハッピープリ。どうも、本当どうも、この人どうもね。いいんじゃない、これ大丈夫。いいか、侍こんな感じです。